チャオ、あっちゃんです。今回、この選手で、ザクッと紹介の進行はさせてもらいましたけども、1個ずついきます。はい、はい、あっちゃんの今日のご紹介は、ぺーちゃんよりせの焼きそば、からし明太子味です。これね、初めて食べる味だからちょっと楽しみです。はい、春休みになるとね、どうしても3人分やからね、カップ麺にすると高上がりになるから、あんまりしたくないんだけどね。はい、でもね、時々カップ麺で食べたくなるよね、大人も子供も。はい、お店のいっぺーちゃんはこの最初からなんかね、火薬が入ってるの、下の方にね。で、ついてるのはふりかけとソースと、特製マヨ、これが、からし明太子風の、焼きそばのなんだ付属物です。はい、ということで、これを、お湯が沸くまで待ってたいと思います。でね、湯が沸いたら一個一個作っていきたいと思います。あー、お湯が沸いた。では、今度火傷に気をつけて、左手上げながらお湯を入れたいと思います。湯とったら足にこぼすんやけどね。じゃあ、このシャンとこ、左手が痛い。ヘイシリー、ヘイシリー、タイマー3分。はい、なった。いや、後で考えよう。ということで、お湯捨ててきます。よいしょ。手が痛い。です。では、なんだ、ソース。ソースを。普通のソースや。バターじゃないわ、あの明太バターか。で、ね、ソースを混ぜたいと思います。どこにどういう味付けになってるのか楽しみだね。ちょっとね、ソースだけ食べてみます。バターソースで、マヨ、マヨ、あ、マヨが明太マヨなんや。なんかね、ピンクのマヨが出てきた。明太マヨです。こんな感じ。あ、辛っ。で、ふりかけ。あ、ふりかけもなんかピンク。なんかね、明太子ふりかけ、たらこふりかけか、なんかあったよね。あんな感じ。こんな感じです。はい。子供に、まだ食べる前に子供に取られる。取られた。
下の子はね、うんと食べる。ということで、海ちゃんの一平ちゃん、あっちゃんの分の、明太マヨ味かな、うん、食べたいと思います。ではいただきます。うん、おいしい、間違いないね、うん、ソース味がちょっと薄い、ほんのり薄くて、バターがちょっと入ってるみたいな感じの、明太マヨが効いてちょっとピリ辛で美味しいです。はい、ね、バターがすごい、マイルドに包んでくれるのね。で、明太子自体のがちゃんときっちり主張してるし、で、なんていうのかな、めちゃくちゃ辛いわけでもないけど、ほんのり、また持っていかれた、ほんのり辛くて美味しいですね。はい、うん、あちゃん時々ね、たらこパスタとか明太パスタ作るんだけど、うん、パスタさーっと茹でて パスタを、アルデンテに茹でて、でも水切りしてお皿にボンってパスタをのせるね。その上に今度また動画でやります。はい、たらことか明太子ポコンと一腹置いて、バターを何度ぐらいかな、 5g ぐらいかな、ポコンってのせるの。それで完成。あとは食べながらほぐしていって混ぜていって食べていくんだけど、それに近い、うん、だからそれにまあちょっとソースが入ってるとかマヨが入ってるとかって感じ、うん、だからこれはあの美味しいです、間違いないです。はい、めっちゃ美味しいとかこうずば抜けてこれが食べたいとかじゃなく、美味しいです。はい、間違いない味です。うん、だから時々ね、美味しいかどうか分からんけど、当たり外れのあるやつをまた取られた、に挑戦するんだったら、もう定番間違いないので明太味みたいなね、はい、こんな感じで、うん、美味しいですよ。で、食べる？食べてみる？ちょっと上の子にあげてみたいと思います。の子たちね、たらこ大好きなんだ。特に下の子はたらこが大好きで、たらこ明太子がね大好きで、なんかたらこあったらご飯食べられるみたいな感じでね。で、朝からもトースト、たらこトーストして、たらこをこんだけぐらい、3分の1腹ぐらい切って、パンの上乗せてマヨかけて、ニュニュニュって混ぜて、マヨたらにしてトースターで焼くので、2分ぐらい焼くのかな。で、ほんのり温まったぐらい、だからまだたらこが半生ぐらいのところで、いつも朝食べてます。大好きなんですよね、下の子は。上の子もね、たらこ好きやねんけど、うん、上の子はなんか最近ね、チーズにマヨかけて醤油かけて、うん、どうぞ食べたりしてるけどね。どう、辛い上の子は辛い言うてます。やっぱあの辛いの弱いんよ、上の子ね。うん、明太子ちょっと辛いのね。子供ちゃんやったら明太マヨじゃなしにタラマヨの方がいいかもからね、うん、市販のだからソース焼きそば買ってきて、それにタラコとバターと入れて、で、まあ、マヨちょっとかけて、うん、ソース控えてもいいかもからね。ソース味主張してるもんね、普通のソース焼きそばは。その辺またアレンジして、そういうカップラーメン作るのも、カップ麺で、あ、なんていうのかな、アレンジカップ麺するのもいいかもわからないですね。はい、食べたばよ。めっちゃ取られました。あのね、時間差で作るとこうなるんよ。どうしてもね、自分の食べ終わってカップ麺だけだとちょっと物足んないから取られるのね。あっちゃんカップ麺1個で十分やねんけど、子供ちゃんにはカップ麺1個では足らないみたいです。はい、まあ、普通そうみたいやけどね。うん、結構ね、コンビニとか見てたら、みんなカップ麺買ってお湯入れてもらって、あとおにぎり1個とか2個とか買ってる人いっぱいいてるもんね。ちゃんには無理です。はい、だって大盛り焼きそばでしんどいの。
まだ食べるの。だいぶ長くなっちゃいました。ちょっと足んないな今日は。いやでもこれ時間経ったら膨らむかな。まあいいやもん。で、最後にあっちゃんが食べた、夜店の一平ちゃん、明太マヨ味は、バターがほんのり効いてて、明太子の味がピリ辛で美味しいねんけど、めちゃくちゃ辛いわけでもなく、ほんのりピリ辛で、バターとマヨがマイルドにしてくれてて美味しいです、はい。まあ、作れんことない。自分で作ろうとは作れんことない。ソース焼きそばに明太マヨ、キューピーの明太マヨとなんだ、バターちょっと入れて作れんことないけどもね、まあ、あれはあれで美味しいです。アイデア商品ですね、はい、はい。今日のカップラーメン、3種類食べ比べた、食べ比べたっていうかね、家族全員で食べてお互いにシェアし合って食べました。全て美味しいのは美味しいです、はい。で変な締め方しないの方がいいかな。まあまあいいですよね、はい。ということで、春休み、だらだらとした今日の一日、あちゃうわ、春休み、はい、春休みちょっとだらだらしたお昼ご飯カップ麺でした。ではまたね、バイバイ。